その御柱の話、皆さんさんで有名だと思うんですけど、山から来てるね、ご神体ね、全部で16本切ってくるんですけど、獅子16、4箇所あって、4本ずつ立ててるんで、で、まあ、神宮っていう、まあ、そこに大きな作られて、抽選でやってるのすごいですよ。50万人集まってやってる。で、山から出てきて、これ同窓神でしょってね、そちらの関係者に聞いたら、そうですって言いました。あ、間違いないよ、ということになりますね。で、同窓神ですから、国友たちになるんです。で、ここのところに、ここの、9ページのこの神様に、富士山の奥宮に国友たちが神が祀られていきました。そしてここに出ている国友たち名を二柱の、親神って書いてあるんですね。で、どう祖神、祖神、国友たち、古事記でも国祖の神です。で、日本書紀では宇宙神と言われている国友たちの御子と名を二柱の親神、神結び、神結びとこう出てきますけれども、これで、同祖神、すなわち、相模原の方でもね、非常に有名だと思いますが、平塚の同祖神ですね。で、これは、同祖神のことを、まあ、祭の神様って言ってますよ。祭の神。で、これに、使えるので、早乙女さんとね、田んぼで。で、これは田の神だと。田の神信仰だとしてね。田の神信仰。で、この宮下文書、藤子文書の中で、この国と子たち、目を二柱の親神という一節が出てきます。で、これは、目音塚、そして、孔神塚、とこう二つ出てくるんです。孔神塔というのは猿たち子であって、このセットになってる。道祖神、道の祖神と書いて、道祖神。道々に必ず、まあ、同祖神があって、今もちゃんと続いてます。これが神道のもとです。で、縄文時代からずっと続いたもと、同祖神。こういうふうにやっても、神道の祖神でもあり、田の神様でもあり、山の神でもあり、山からこっちに降りてきて、こうなってる。で、これをね、裏付けるようなのが、観光協会で世界にね、発信してます。で、収穫祭の時に、みこしを置いて、祭壇を置いて、で、これが、資料採取の時に、まあ、天からね、田の神様が降りてくる。天の神様が降りてきて、そして、そこで、まあ、収穫の儀式をしたと。で、それが点々とこう移動していくので、みこしを作って、この祭事が終わると分解させたんです。解体したと。で、これが残るんですね。まあ、そうすると、みこしの起源というのは、調べるとね、奈良時代ですよとか、天皇家が腰に乗ってきましたよとか、そういうのがいっぱい出てくるんですよ。で、一番古いのはというと、観光協会が行ってるところの資料採取の縄文時代の時に、収穫するために天の神様を田の神として
迎えて御年に祀ったと、こういう起源になっちゃいます。そうすると全国の、御輿のルーツは田の神になる。神が乗りますね、御輿。そうすると山の神が、田んに降りてきてやって御輿で動いていった。定住をしたので神社を作った。定住するようになって。こういうふうにこうなっていますね。それで、じゃあ富士山に、富士山の神、栗とこたちの神が配神として、江戸時代まではあった。まあ、もうずっと皆さんに、ね、伝えてる。でその他の神様は山の神で、山の神から降りてきて他の神になった。そしてそこから、全部に分かれていくんですけど、それで富士山ネットワークなんですね。オラが富士、全国にオラが富士と言われる、富士山が、397山で、世界に24カ国54座も存在している富士山の中心の奥の院にいた神は栗とこたちの神だと、古文書で全部ぴったり合う、ね、でこういうことにこうなってきちゃうんですね。それで、まあ、実際にそういうことで山をずらっと、ね、回った時に、お小さな神殿、栗とこたちのね、山々にネットワークを張るのダメなんですよ、ね、やりおいました、ね、百何十箇所も上がりましたので、ね、2年間で、まあ、そういうようなこともして、いると。それで、仏教がね、明治の前までは全ての山の山頂に大日如来が置いてあったんですよ。太陽神、石仏があった。で明治になって廃仏毀釈っていうことでね、全部分けましたから、神仏集合の歴史から分けたので、大日如来の首を全部はねたんですよ。高い山は大日如来、でそれは山の神で、地に降りてきて田んぼを守る。でその後、富士山に神教台を、神教殿というのを挙げるんですね。それなんかな、でこれを見たときにね、富士山の山頂に神教殿というのを明治に作ります。大日如来を下げたの で仏教から神道に持っていくんですよ。これです、これが残ってます、ここにあります。で神教殿というのは、まあ、御霊教殿というのを建てて、ずっとしてこういうふうにしましたよと、ね、それで山の上の一番高いところに天照大御神を持ってきてるんです。それまでは大日如来、これ室町末期の、富士宮本宮浅間大社の、重要文化財になっているのは大日如来です。山がですね、ここ大日如来です。八王九層で、その前は阿弥陀三層で、奈良時代は阿弥陀三層として富士山に持ってきて、富士山に阿弥陀様があるんだから、仏教でいうところの亡くなってからね、西方浄土、趣味線、極楽は遠い東のアジアの趣味線にあると、そこに阿弥陀様がいて救われるから、全世界の仏教は、日本もそうですけどね、仏教は墓、位牌、それは、まあ、位牌というんですか、先祖は祀らないと。先祖を祀ってたのは、神道です。これも歴史を調べるとみんな出てくる。なぜ今お寺に、お墓を集めてるのか、徳川の政策ですから、一揆を防ぐために全ての、神社の関
段階にしたという歴史がある。それとキリスト教の、弾圧というのが明治になるまで続いているわけですね。でそれの認別証をつけたのがお坊さん、そして、大官社とね、一緒になって取り締まりをし、五人組を作り、そして寺子屋を、寺子屋で仏教を、指導してね、そしてお墓を持ってきて先祖を人質にしたと。これが徳川300年の安泰を作ったんです。でいいとか悪いという話じゃないんですよ。だからいい悪いじゃなくて、そういう歴史なんだというと、しっかり分かってくると、どうも、権力者のね、一つの流れの中で全てが変わっているんです。つじつまの合わない歴史は抹殺をされていくと。でそれをいろんな角度から見ると、なんか浮き彫りになってくるんですね。じゃあどうするのって本質に戻せってこと。今戻そうとしているのが原始神道に人類は戻ることなんだ。そうするとその歴史がこの戻りで、そして富士山というのがクローズアップされていきます。不浄町神武天皇以前の歴史というのが、富士山からはっきりとしてくると、こういうことになってくるね。そうなってくると価値観が変わります。世界の価値観を元に戻さなければいけない。で戻せるのは、神道以外ないでしょうというふうに思うので、神社の再建もするで、やることいっぱい増えちゃって、どうかね、なんか助けてくれないと。もうこれなんかね、歴史のことをね、もう皆さんやってもらいたいなと思ってるんですよ。もう大変なんですよ。ということに、なって、いきます。それで、もう一つね、ここにある 9ページのところ、ちょっと紙文字なんですけどね。でここはね、休まる大野麻生です。休まろって人は、古事記の編纂に関わってくるんですよ。それと比叡那のあれってね。でこういうふうに古事記のところで出てきます。日本には文字がなかったので、比叡那のあれという人が口伝で話をしたと。で大野麻生に休まろが編纂をしたところだったんですよ。でそれをやったのが天武天皇。仏教者の力を借りて天武なので、人心の乱というのがあって、その時に戦いでもって、天智天皇の、お子さんである光文天皇とお兄さんである大天使の王子が戦って、大天使の王子が勝ったので天武天皇と名乗って、その時に古事記を編纂するんです。歴史的な背景というのがここに浮き彫りになるんですよ。でここに書いてあるのが、文字がなかったと言われながら、ここに文字が出てくるんです。でこれ伊勢神宮のね、紙文字を書いたからね、ここに載せてる。で足抜草文字って言うんでね、この右、大野麻生の安丸という方、古事記の編纂してる人は自ら、紙文字を書いてるんですよ。ここになります。また我が阿が足三重の曲がりにて痛く疲れたりとのたまいき、彼そこを三重と言うというふうに書かれています。比叡那のあれ、これも書いてある。それからもう一つ、都内神のこれも書いてあるということになると、なんだか、ちょっとおかしいねっていうのが分かってくるのかなと思いますね。でこれ神武天皇のところ自由に、これのところ
この第2回の森宮で発見された日本の神山に、この第2回のテキストを参照しながら、この、神武天皇のことが書かれてあります。これは竹内文書の中に出ております。で、これを見てみると、この関係が、ね、よく分かっちゃうんです。ここでね、この神武天皇、最初にね、この当時越中地方は天変地異の余波にて高祖皇太神宮はまだ完成されなかったのでと出てくるんです。で、まあ、神通川の岸で高祖皇太神宮より要拝をされたと、神武天皇が、要拝をしましたよってことが出てくる。なんで高祖皇太神宮は完成されなかったのと、すなわち天変地異の余波でっていうのがここに出てきます。そしてボリビアの第2回のテキストをお持ちですか。これボリビアの山中でね、南米ボリビアの山の中で山中の祠の中から発見された人形像である。この台座に彫ってあった文字は日本の神代文字で、天越しね文字の中の16文字である。吹合の71代天皇が世界巡行のおり、ボリビアにおいて土民に、言われるままに与えたという16字の守り文字で、あいうえを書き、この指し手と文の16文字である。この人形像は古代日本の御兵の方、お守りだって書いてあるんです。で、これがはるか南米の山の祠の中で発見されたということで、これ考古学の中でもちょっと話題になったんです。で、ここに書かれている文字は日本の神代文字で、あいうえを書き、結構文の 16の王字の文字をする、ね、これがお守りになっていた。そうするとこの神武天皇の前、今出た吹合の71代の時に天皇が世界を巡行した、天変地異が起きたので世界に巡行に励ましに71代の天皇が行ったよということを言ってるんですよ。で、これが竹内文書のこの一節と、ね、合致する。神武天皇は73代、吹合の73代天皇ですから、そうすると71代目に大きな天変地異があって、富山県の高祖皇太神宮も、再建されていなかったので要拝したところが出てくるんですね。で、この時に、実は富士朝山大神宮は高祖皇太神宮別祖大神宮として存在していたということです。ですから竹内、宮下文書というのは一つにつながっていると言われている。この辺がね、ずっとこう出てきて、こういろんなことが出てまいります。これはまたちょっと読んでいただければ、よろしいと思います。最後に紙の文字がね、いっぱいあるんですよ。で、ずらーっとちょっと、ちょっと大丈夫です。で、これはまた研究する人がね、研究してもらえばいいなと思いますし、で、まあ、一般の方はこういうのがいっぱいあるんだと。で、これがずっと続いてます。はい、次。ここにね、何ページにもわたっていっぱい書いてあります。ちょっとね。
といろいろなのがあるので、そんな形でご容赦願えればと思います。で、いろんなところの、この、書物にあるものをでーっとこうして調べますね。それから場所にあったりとか、その神社にあったりとか、これ何文字っていうような形になりますね。で、この妻伝えと含めて、まあ、いっぱいこういろんな方が書いてあります。で、そんなのをこう見ながら、実際にこのアイエムでやると、でこれちょっと膨大な形になると思いますけれども、基本的にはここで見つかったからこれどうするっていうんでやってった方が分かりやすいかな。で、これがどういう関係があるのっていう方がね、非常に分かりやすくね、ためになるというふうに思っております。で、ということで一応さーっとやってしまいましたけども、これから皆さんは何かのことでね、ちょっと視点を変えて